昨日一番出てるところでいいや、ここにします。マダムギ2。はい、本日私カエダジュリはですね、遊び工房エニワ店さんにお邪魔させていただいております。初の本当北海道実践相手ということで楽しみで、意外と私はワクワクしてんだけど、やばいかな。昨日がね、一番出てる台で、でももうリセットかかってる感じかな。まあ私自身、この大画面が好きっていうのもあって、で、まだまぎも好きだし、大画面だしってことで、それで2が好きかな、一番。遊び工房エニワ店さんは、やっぱ一番最初にバジリスク絆が埋まったんですが、もう早速、バジリスクタイム入ってる。遊び工房エニワ店さんに邪魔させていただいております。いつまでもしょぼくれてんじゃねえの。誰何の営業なら任せてな。214ゲームの5本目です。このままラッシュで入りたいけどな。よかった。その資格、高設定資産が出ましたね。私の叶えたいにただやりたいってだけじゃ。チャンス名 B。 あー、当たってるわ。当たってるんだが、間違いなく確定だね。救命チャレンジしたいけど、そんな運よくいかないよね。はい、6ゲーム。チャンス B からの単独紫。救命チャレンジやりたかった。じゃあ順番に聞いていこう。乗ってきました。280万。予約してくれる気になったらいつでも声をかけて。はい、行くぞ。マギカラッシュ、左中スタート。中断処理ダメだ。60ゲーム342枚です。マギくんやらせてくれなかった。あんた、何だ。誰、マギ。あれが体が持つ。お待たせ、
しみだな。当たりがとても早い。早いな。移植。はい。次タイプと見たい映像を選択してね。長か。452枚。願い事を決めるんだ。偶数審査。いっぱいあったコインがもうめっちゃ減った。せっかくいい調子にメダルがあったのに。追加や。かわいい2番。オブラちゃんまで行ったの私初めてかも。420ゲームの7本です。なんか引いたっけ。私何も引いてないよね。でもまあ当たってくれてよかったです。ウィン。おめでとう。明けにオブラをよろしくさ。始めましょう。してくれました。頑張ります。マギカラッシュスタート。よかった。スイカ以外、スイカ以外。おっ、うまい。あれだよ、あれ。あれだよ。気づいていたね。よかった。しかも、チャンス目からの移植だから設定差がある。私いつもラッシュに入ったらいつもこれ。あと告知。願い事を決めるんだ。早く。願い事を決めるんだ。早く。本日2回目。マギクラッシュ。スタート。お。そして。弱で乗った。初めての強調。二十。ボーナス。ボーナス。
ビー残念506枚ピッピマギカラッシュコインが戻ってきてるよおボーナスあるか乗ってたうまい自画自賛ですがうまいキスシーサーマギカラッシュスタートって言っちゃった隣の棚に200強チェリーで200乗ってるよはい200なわけ150ゲーム734枚でーす全然やらせがなかった天城くん幼稚園だねエピソードボーナスって見入っちゃうよねいつも私こうエピソードボーナス見た日って帰って絶対窓曲げ見るあーはーやりたい僕はここで見届けさせてもらうよ、はい、本日3回目のマギカラッシュ頑張りますマギカラッシュスタート中駆け抜けてしまった50ゲーム200枚やばこれは魔女の結界だはい、京子さん頑張ろうで次4回目の
し。いや、今度こそマギクエに入ってくれると思うの。スタート。もっと来るか。中断チェリー押して27枚です。でもマギクエ、まあ1回できたけど、まあ伸びなかったな。よし、アデマジョになる君たちにとっては魔法少女と呼ぶべきだ。あっつ、50枚。持ちコインです。待って、直撃やん。スタート。その願いを教えてごらん。君の願いを教えてごらん。じゃん。赤。どんな魔術でも書く。よし、頑張るぞ。本日2回目。ちょっと待って。
マジ下手くそ。放置してね。ああ窓から。もう何も怖くない。走って。
スイカで100乗ったのこれ。だからスイカでもすごいドキドキする。めっちゃレア役がめっちゃ来る。5回目ぐらい？なんだ。マゲくん、白。やった。やった。こう。こんなマゲくんじゃなくてもいいじゃん、こうなんて。なんだろうな。3万円という感じだったんですが、まあ無事、3万も使わず、そしてちょっと長引いてしまいましたけど、まあ、4時間ぐらいやって、とっても楽しい実践できました。